はい、というわけで本日は猫を描いていきたいと思います。シンプルなね、描きやすい猫をお伝えしていきますので、一緒にペン画始めていきましょう。それではですね、早速描いていきたいと思います。中央の縦線から少しずらしてですね、猫の頭をこう当たりをつけていきます。はい、こんな感じですね。体はですね、ナスビとかああいうのをね、思い浮かべてもらいながらちょっと見て描いてもらいたいんですけど、ここがまあ中心線通ってるぐらいの感じで、ちょっと頭が中心からずれてるかなというところに、ここの丸とこっちの丸をこうつないでるのがこの曲線で、それをこう滑らかにつないでいってもらえると、こうナスビ型に体が出来上がってきます。鼻はですね、ど真ん中より左下ぐらいに小さな丸を、こんな感じでね、鼻の位置を決めますと。で、目の位置はその鼻から上に上がりすぎていないところ、そうですね、ここが鼻のラインなので少し、低い位置ですね。上の方に描くと目どっか行っちゃうんで、カエルさんみたいになるんで、ここですね、この辺りに大きい目をした猫をね、描こうかなと思います。耳はですね、鼻目をこうつないだね、三角形のそのまま外にね、こう耳を描くような感じでいきたいと思います。はい、はい、ここに耳一つと、反対にもね、あんまりねこう気負わず大体の位置で描いてもらえたら大丈夫です。お尻のこの一番丸のこの出っ張っているあたりから少し下ですね、このあたりから尻尾をこういう感じで S 字でね、薄型の S 字、どんな形でもいいです。尻尾は自由に動きをつけて描いてもらえたらいいんじゃないかなと思います。例えばこうブチアリというかの猫だと、こういう感じでね、こう半円をこう入れていってあげて、模様をつけてあげても強弱が出るかなと思います。で、はい、このままだとね白目になっちゃうので、中に黒目を入れるんですけど、まん丸な目をね、で、光をちょっとねこう三角、こういう三角ね、 V 字というかで入れて、ちょっとねこう一回色入れますけど、こんな感じの猫にしていきたいと思います。はい、では、ペン入れをねしていきましょうか。さて、まずですね、僕がいつもおすすめするのは、一番こう主張したい部分の輪郭線から描いていくと、今回は頭ですね、猫の頭の輪郭線をこんな感じでね描きまして、で、耳と鼻同じサイズでね、同じ色で描きたいと思います。で、三角の光を入れてですね、体なすびの部分ですね、なるべくねこうスムーズな線を入れてもらえたらと思います。あ、こここうしたらいいなって思うところがあったら全然いじってしまってください。この模様ですね、こんな感じで、で、今ねこうパッと見た感じ猫っぽくなってきてますかね。
で、目の黒をね塗りつぶしてあげます。で、模様のところですね、斜線、はい、まあ、もうちょっとこう斜線を追加で入れてあげて、はい、こんな感じですね。で、まあ、耳のねラインをこう入れてあげてもいいかもしれないですね。それから、尻尾もですね、まあ、あの斜線で同じように色を入れてあげると可愛くなるかなと思いますので、やってみてください。ここからですね、まあ、僕がよくやるのは、ちょっと線の強弱をねつけていくんですね。輪郭を出したいところで、もしくは影を重ねていって線を厚くしていくと。僕のこの線の太い部分の基準は、まあ、影になっているところとか出っ張っているところとかを強調するようにしています。耳もねこの先のところとか出っ張っていますよっていう、シルエットがねこう少し強調されるように線を描いていくやり方を取ると、僕は結構好みの絵になりますね。この形でね、すでに猫の完成という状態なんですけども、あとはこうちょっとこう猫の毛の感じをね小さな斜線でこう表現してあげて、絵にこう質感が少し乗って可愛くなるかなというふうに思います。毛並みを質感として出してあげると。さあいかがでしょうか。まあ、これにねこう口をほら描いたりとか、ひげを描いたりとかしながらですね、あの実際の猫にもうちょっとこう形を近づけていくことももちろんできるんですが、こういうデフォルメされた猫っていうのもねいいんじゃないかなと思ってね今日は描いてみました。はい、で、完成しましたらですね、この残った線、下書き線というかこの辺りを消していきたいと思います。はい、というわけでね、消しゴムで消していきました。こんな感じでね猫が描けています。はい、というわけで、今回はシンプルな猫の描き方ということで、僕なりにね解説してみました。いかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。